桜坂46メンバーが出演する、桜ミーツ、テレビ朝日、毎週木曜25時56分、の初回が6日深夜に放送。竹本結衣がアンガールズとコントに挑戦すると、アンガールズの二人は竹本の出来栄えに驚きと称賛の言葉を寄せた。本番組は桜坂46の井上里奈、大沼明康、竹本結衣、増本清が様々な芸人たちとコントに挑戦する実験的バラエティー。第1回は竹本がアンガールズ、田中卓志、山根義明とアンガールズがかねてから披露しているコントに挑んだ。竹本がテレビ番組の新人ディレクター役に、田中はタレントの田中卓志本人役に扮する。新人ディレクター、竹本は田中に対して容姿をいじりまくるなど、おかしな演出を次々と要求。田中は最初こそ我慢しているものの、次第に怒り爆発で、というものだった。コントを終えた後のトークでは、アンガールズが、めちゃめちゃ上手だった、山根、ビビった、田中、と竹本の、コント力、を絶賛、びっくりした、いきなりこんなにできない、と驚き、アイドルが片手までやるんだろうなと思ってたらがっつりやってるから焦った、と山根が称賛すると、田中も、本当に大満足、とコメント。竹本は、良かったです、とほっと胸を撫で下ろしていた。次週は増本清が、かが屋の二人とコントに挑む。